メラニー・ウダンは、アメリカ・ジョージア州、マリエッタ出身の女子プロテニス選手。2011年全米オープン混合ダブルスの優勝者。シングルスでも2009年全米オープンで第4、シードのエレーナ・デメンチェは、第29シードのマリア・シャラッポは、第13シードのナディア・ペトロワを倒しベスト8に進出した。小 WTA ツアーでシングルス1勝を挙げた。 自己最高ランキングは、シングルス31位、ダブルス125位。身長168センチメートル、体重59キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。メラニーは通信制の学校に通っており、テニスに費やす時間が、同世代の選手に比べて多い。しかし、ネイヤモ妹が、学校に通っていることを羨ましく思っていると、自身でも認めている。 背が大きくなくても勝てるということを証明したジュスティーヌ・エナンを敬っている。テニスは小さい頃に祖母からラケットをもらったのがきっかけで始めた。フランス系アメリカ人の父親を持つことから新聞一般表記はフランス語読みのメラニー・ウダンが最も普及している。2008年2月にプロ選手登録をし4月にマイアミであった女子テニス協会主催のトーナメントに ワイルドカードで出場。3セットの末立ちガルビンに敗戦。8月にはワイルドカードで全米オープンに出場し、グランドスラムトーナメントを初めて経験する。しかしこの際も1回戦でオーストラリアのジェシカムーアに6から7、6から7で敗れている。10月にケベックで行われたトーナメントで3シードのシビル、バンマーを64、36、75で倒し、 2回戦も、ロシアのオールがプチコアを倒す。プロ登録後初めて準々決勝に進出し6、シードのアメリカのベサニー・マテックに6から7、1から6で敗れた。2009年、全豪オープンに、ワイルドカードで出場し1回戦で、アクグル・アマンブラドワに1から6、4から6で敗れる。2009年ウィンブルドン選手権では予選を勝ち上がり、本戦1回戦で、 シビル・バンマーを倒し、グランドスラムで初勝利を飾る。3回戦では、第6シードのエレーナ・ヤンコビッチを6から7、7から5、6から2で破った。続く4回戦で、アグニエシュからドアンスカに4から6、5から7で破れた。2009年全米オープンでは1回戦で、アナスタシア・パブルチェンコはを6から2、6から1で、2回戦では、エレーナ・デメンチェワを5から7、 6から4、6から3で、4回戦で、マリア・シャラポワを3から6、6から4、7から5で、準々決勝では、ナディア・ペトロワを1から6、7から6、6から3で倒し1999年の同大会で、セリーナ・ウィリアムズが記録して、以来10年ぶりに、大会最年少準々決勝進出を果たす。その後、デンマークのキャロライン・ウォズニアッキニ2から六。 二から六で敗れた。二0九年二月に女子国別対抗戦フェドカップに初出場。デビュー戦でヒセラ・ドゥルコに負けるが続く二試合目でベティナ・ヨサミを破り、フェドカップ初勝利を果たしている。二1一年全米オープン混合ダブルスでは同じアメリカのジャック・ソックと組主催者、推薦出場から決勝に進出する。決勝ではヒセラ・ドゥルコ エドワルド・シュワンク組に76、46、18でセリ勝ち、10代ペアのウダンとソックは2011年の全米オープン混合ダブルス優勝者となった。シングルスでは長く低迷が続いていたが2012年6月の英語ンクラシックで予選から勝ち上がり初めての決勝に進出。エレナ・ヤンコビッチを6から4、6から2で破り、ツアー初優勝を果たした。しかしその後は、 怪我や病気に悩まされるようになり、2017年8月に25歳で、現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。